チャンネル。こんにちは、工場長です。今日はいつもと違うところからお届けしていきます。というのも革で何か作ってみたいと思って、でも作る前に素材のことを学びたいと思いまして、今日はこちら革の工房にやってまいりました。革ってあまり馴染みのない方多いと思うんですけど、知っておくと面白いと思います。昔私小学生の頃におばあちゃんがカービングっていう革に絵を描くやつをやっていて、私もそれを真似して好きなキャラクター革で絵を描いていたんですけど、小さいながらに革ってこういうことができるんだなって感動した記憶があります。と言っても私自身革にそんなに詳しくないので、今回は見学しながら革の魅力を勉強しつつお届けしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。ということで、こちら東京都府の大川さんの工房にお邪魔しております。よろしくお願いします。革の魅力って何ですか？そうですね、一番はやっぱり天然のものなので、はい、それぞれあの個々に表情が違ったり風合いが違ったりして、はい、あのいろんな表情の、ね、変化を楽しんでもらえるっていうのが一番かなと思います。なんかでもよく言いますよね、長く持ってたら味が出るみたいな。そうですね、味が出るのと同時にこう愛着も増していくので、はい、そこをおすすめです。あとこれちょっとあのベビーシューズなんですけど、はい、柔らかくて墨田区でできてるんですけど、とっても安全に使っていただけるように作ってあるので、極端に言うと赤ちゃんがちょっとポクッとしちゃっても大丈夫っていうのと、あとは羽毛の豚革ってとっても品質が良くて、海外にもあのすごく評判がいいんですけど、はい、柔らかくてあの、はい、いい感じで表情豊かでっていう、肌目がやっぱり綺麗。あ、そうなんですね。高温多湿がいいんですかね。赤ちゃんもお肌が綺麗。なるほど。と私革製品あんまりこういうの触れたことがなくて、でも作ってみたいと思って今回来たんですけど、私でも作れる何かってないですかね？もちろんあります。本当ですか？今日はペンケースを作っていただこうと思って。あ、ペンケース、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これが使っていただく牛の革です。はい、赤い牛の革なんてあるんですね。うん、そうですね、元は全部肌色なんですけど、それをタンナーさんが色をつけて染色したり、あとはあの色を塗装したりとかしていろんな色作れるんですけど、今日は赤いのを工場長さん用に。ありがとうございます。すごく可愛い。これがちょうどこのまっすぐの線が牛の背骨になってます。人間でいうとこういうものです。でこっちが牛のお尻で、こっちが首の方になります。すごい。ここが前足が入ってて、なかなかこう形がちょっとシワがありますよね。足を動かして、こっちが後ろ足が生えてたところですね。はい、今回のペンケースの革はこれですね。あー、すごい。ここからそれではよろしくお願いします。はい、お願いします。最初に、はい、印がついているところですね。穴を開けていきます。はい、こんな感じでしっかり押さえて、はい、斜めにならないようにハンマーでいきます。はい、いい手つきですね。もう気持ちいいですか？この辺で大丈夫です。はい、あー、刺さってる。革の裏にテープを貼っていきます。はい、沿ってっていう感じですか？そうですね、なるべく端っこの方に、その辺で、はい、はい、半分に畳みます。で革のこの断面が、はい、あのピタッと揃えるといいですね。うん、剥がれてしまわないように、うん、テープで留めておきますね。はい、穴開けするんですけど、はい、そのためのガイドの線を引きます。こんな感じでちょっと傷がつける感じで。わあ、すごい線がついてる。うん、あ、難しい。あ、上手上手。ありがとうございます。これがまっすぐ打ってもらうと裏側にも同じように出てくるので、はい、OK です。刺したまま見てみましょう。はい、あー、刺さってる。うん、しっかり針が出てていいですね。はい、はい、でこの穴に針と糸を通して縫っていきます。はい、あ、なるほど。あれ力技で刺してるのかと思ってました。針丈夫で、あのなかなか針一本では、ね、穴が開かないので、この下穴を、はい、そうなんですね。
きました。表から刺して抜きます。で出てきたところに残ってる針を落とします。引いて、そして締める。はい、うん、はい、いいですね。ドールのあれはやっぱり難しいですか、初心者だと。同じです、これの繰り返しなので。ちっちゃいだけですそれがそれが問題。最後の1メモリです。はい、はい、はい、綺麗そしてこの後仕上げをして完成になります。はい、革の裏面とか、うん、この断面を綺麗にするための仕上げ剤なんですけど、はい、樹脂とロウでできてます。へえ。これをですね、この革の断面に少しずつ綿棒で塗ります。何のために塗るんですか？そうなんです、これは今はほとんど見た目が綺麗っていう理由でやってるんですけど、はい、その昔はですね、革のこの断面からカビが生えたりとか、水分が入ってカビが生えたりとかっていうことが多かったので、はいはい、あのロウを入れてこういうカビないようにより革製品を長持ちさせるためにやってたそうなんです。はい、今はもう革のなめしの技術がとっても向上しているので、はい、なかなかそんなカビが生えたりっていうのはよっぽどじゃないとないんですけど、はい、あのこんな感じにですね磨いてあげるととっても完成度が上がります。あー全然違う。染み込ませるように塗り込んで、そうか、入ってるので、うん、摩擦熱で全然なります。あ、なるほど、うん、めちゃくちゃ綺麗ですね。皮って呼吸してるっていう、そう、あのそうなんですよ、あの水分を吸って、はい、それを外に逃がしてくれるような特徴もあるので、はい、履物とかね、衣料品にもとっても向いてます、はい、日本刺しなんですけど、はい、ペンケースでも中に入れるペンが万年筆で、はい、あの漆器だったり塗り物の漆器だったり、はい、金属の結構呼吸なんで金属のペンとかもあったりするんですけど、うん、そういうのの腐食を、錆とかそういうのを防ぐようなものにもとっても向いてます。へー、はい、あーすごい綺麗になってる。はい、これを外しておきましょう。はい、こういう今ちょっとクリップの跡がついてましたけど、はい、こういうのもこうちょっとね揉んであげるとですね、これは革のこの柔軟性、はい、もう最初の再現力が高いというか、はい、戻ります。へー、はい、水溶だった。あーできた、はい、完成です。完成です。すごい、かわいい、ありがとうございます。あ、いいですね、ぴったりです。馴染んでる感がすごいあります。革、うん、ね、のふわふわした感じでペンを守ってくれるんで、はい、いや、かわいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今日は革の魅力について勉強していきました。かっこいい女の人って革の手袋とかしているイメージがあったんですけど、その理由が分かった気がします。私もそのうち革の手袋デビューしていきたいと思います。この動画を見て革に興味持ってくださった方は概要欄に詳細書いてあるので、そちらぜひぜひ見てみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。